うーし、再開していくぜ。さて、前回から少し録画的には日が空いておりますが、様々アドバイスね、コメントいただきましてありがとうございます。んで、どうやら夢の世界とか、この戦の世界とか優先した方がいいみたいな雰囲気あるんだけども、法の世界ここまでやっちゃってるところあるんで、こっち先に行こうか?んーだな。それともこの状況下でも、いや先こっちやった方がいいかな。でも、コメントによると、この戦闘力ってのは別のマップをやっていると、復活しちゃうみたいね。で、ほら、時の世界もさ、あんだけやったのに、もう、5万も、戦闘力5万とかになってるんで、でもこれはここで戦えばすぐに復活するような類のものなのかな?わからへんけんども。まあ行ってみるか、このままここ。3000まで減ってるしね。ぴょんぴょん、大聖堂。さあ敵の強さはどんなもんか。あと、なんだっけかな?ちょっと待って、今、なんだっけ?自由戦闘。先制でいいか。あと、シフトかなんかで、前回の行動を、リピート、みたいのがあった。みたいなコメントもあったね。確か前作の、なんだっけ。いいね、リピート。前作の、王女様とバラの騎士でもあった気がするね、これね。このシステムは。とりあえず行ってみようか。これ楽。シフト楽、これ。ああ、微妙に倒しきれない。ツイスター、テンペスト、いったー、それ。自動回復があるから、まだなんとかなるが。お ?W2? なに。ワープしたんだが?ワープしたんだが?どういうことなの?つまり。What?よくわからんが、宝がなんかマップに見えてるからこっち行こうか。ディバインオーラ。やっぱメリッサ、素手組すげえ強えな。宝がいっぱい、てか、だんだん、ダンジョンがややこしい感じやな、これな、やっぱり。自動回復がほんま助かる。あれ?あれちょっと待って、なんか、下や、矢印、ジャミング!雑魚がジャミングとかしてくるのほんとやめてほしい。乱れ雪月下!これは?あららららら、もうこんな強力な技を、早速覚えてしまってええんですかい?それ。ちょっと待って、上になんかあんな。ここのマップ。なんか矢印がついてるぞ。なんじゃ、なんざんしょ?やば、死ぬかも。メリッサ持ってかれるか?うわ、持ってかれたよ、これ。もう。なんか矢印ついてんな、これ。なんかがでも見える感じじゃないか。つか、ジェムで回復すっか。ライフ回復。これ戦闘するのによくよく考えたら、魔法はさ、闇魔法の方がいいんだな、きっと。攻撃し、威力160。アグニアの威力は140なんだ。でも微妙に使うんだな、これ、コスト。それダークレイジー、どんなもんかやってみようか。あー、アグニアとそんなに変わんなくね、疑惑ある。いったー、これ。バガー、これあれか、光になってるから、より痛いって感じかな。ちょっと待って、左側行ってみよう。宝があるじゃろ、その、この先に。敵の魔法が全般的に痛いんだな、これな。ところ、ふぅ。あー、取れないだと?嘘やん?これあれか。先に二段ジャンプをやっぱりやった方がいいんだな。こういう宝を取るにも。
なるほど。せやけどもだな。せやけどもやな。これもはやここに来てしまってるからな。右下、あ、なんか繋がりそうな雰囲気だなこれ。敵の攻撃が移転だ。しかしこれ、お、マートワーポイントだな。ジャミングとかほんとやめて。連携とか、ちょ、これ全滅した予感ある。全滅した予感ある。そしてジャミングほんとやめろそれ。もうジャミングやめろほんとそれ。これはあれかな、全滅してもうたかなこれ。嘘や、普通に負けた。クソ、普通に負けてもうたが、敵強えなこれ。でも大体探索できたな。とりあえず敵の戦闘力がもうちょい探索、左側行ってみるかこれ。左の方面にね行きましょう。あれかな、ちょっと育成しないとダメかなこれな。根本的に防御力が足りてないんだよな。ジェムで防御力アップをつけるのいいんかな。魔法が痛すぎるんだよなマジで敵の。悩ましい。能力値は着々と上がってるから敵の方が強いんだろうな。これ繋がりそうだな。でもこれこのまま左に行くと繋がるんかどうかわからんが、お、はてな、虚無層。こんだけ敵がいっぱいいるとこれマジいい気がすんな。シャドウジャミング、うっとうしいわこれ。ブロッキング、いやマジやばい。あぶねえこれ本当に。もう場を闇の属性に変えてやるわこれ。これでどうなの、多少やりやすくなったりするか。 W1、 あーもう魔法が全般的にダメな感じあるなこれ。そうするとさ、これお、なんか覚えた。強いっすね素でマジで。ワープして、ちょっと待て、回復しよう。魔法で全体攻撃微妙か。必ずジャミングしてくるわけでもないのか、確率の問題か。でここつながると、なるほど。あー敵がこんだけいるんなら全体攻撃すればよかった。着々とライフが15上がったとか言ってるからな。めちゃくちゃ能力値上がってる。これ繋がるわけね。なるほど。W4 のところに行くのが、ブロッキング、ジャミング、ブロッキング、嘘やろ、それ。そりゃ嘘やろ。いったー。いや、敵が強いって、マジで。全体攻撃の全体攻撃ないかなこれ。ないな。あ、やばやめてよし間に合ったけど、雑魚的にこんなに苦戦しててボス戦いけんのか疑惑あるなこれ。やっぱレベル上げが必要か、これ必要だなこの感じな。なんか上にあるけどいけないな。二段ジャンプが必要なのかこれ、結局のところ。必要っぽいね。先に草か。
そうですな、ボス前までとりあえず開通させて、ちょっと一回育成入った方がいいな。ジャーミングとかしてくる。育成するとさ、でもこれ敵も強くなるパティンやろ、下手にドマサガ方式なのだとしたら。下手にやるとこれ、下手にやるとどんどん敵が強くなって手に負えなくなるやつちゃうんかと思ってるんだけど、どうでしょうか。宝取りに行きたいが、ん？え、なんかびっくりマークがある。審判の間、真の絆を持つ者のみが通れる場所。何時の仲間が本物か否か自分の手で選ぶがいい。ジャッジメント、どうすぐ、どういうこと、どういうこと、私が二人、ドラ様、この人は偽物です。ドラ様なら私が本物だって。ダメです、ドラ様、騙されないでください。ドラ様、ドラ様、覚えていらっしゃいますよね、私と過ごした大切な思い出。私はドラ様だけのものです。やめてください、私はそんな恥ずかしいこと言いません。大切なドラ様との思い出のどこが恥ずかしいんですか。言い方がちょっとやらしくないですか。嘘、いや、どうかな、見た目の違いあるかこれ。どっちも本物くせえ。どっちも本物くせえけど。どっちかな。B かな。B かな。それ B っぽいな。B で。ああ、びっくりした。どこの美人かと思ったら私じゃないの。面倒なことになったわね。それはどうかしら？可愛いメリッサさんが増えたのよ。内心ドーラは喜んでるんじゃないかしら？いや、本物の私だったらドーラにそんな期待はしないわ。ドーラのせいにしてるけど自分に自信がないだけでしょ？本物の私は常に自信満々よ。ドーラならわかるわよね。自分に自信があるのとドーラの性格は別でしょ？あなたドーラのことまるでわかってないのね。他人のことをわかったつもりになるほど私はバカな女じゃないわ。大切なのは他人じゃなくて私がどうあるかってことなの。っぽいな、これはな。これっぽいな。何よあんた！っていうかこいつ私やん、どうなってんだこれ。だいたいドーラが慎重に行動しないからこういうことになるのよ。間違ったらどうせ責任取るつもりなの？私は別にドーラのせいだなんて思ってないけど。は、何言ってんのあんた。だって私ドーラのこと好きだし、これ A っぽいな。いやあんた、私絶対口が裂けてもそんなこと言わないし。A っぽいなこれ。じゃあドーラのこと嫌いなの？いや別に嫌いじゃないっていうか。あ、もう何言わそうとしてんの？これもう A っぽいな。最初だけわからんかったな。え、で？すべて本物やった！先に進むがよい。進むも何もいいんやけんども、敵が強えからさ、もうお家帰りてんだ、若干。若干お家帰りたい疑惑出てきてんだ、これ。おん？ジャンプで飛べた。宝があるゾーンはどこじゃい、ほんまに、これ。宝があるゾーンはどこじゃい、これ。あ、ここでこういう感じで落ちちゃうのね。なるほどね。はいはい。また飛べるぞ、これ。どこに飛ぶ、今度。あ、なんかすげえ、ごっつい人おる、ごっつい人おるよ。戦わざるを得まいか。シャドウライブで、これ。一気に一網打尽じゃ。倒せないだと？意外と強い。ふぅ、なんとかなったか。宝、宝。ほい。やったー、ハルバート。これはなかなかいいものじゃないのかい？ハルバート。27！ 強いね。装備させたろ。これでメッシュレイヤーも多少はやれるようになったか。またワープがあるぞ。でもさらにいけんな。ややこい、ハテナゾーン。ん？我は真実の扉のある。なに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 ？ん？ん？先ほど真実を持つ者が我を開け放った。かの者が呼んでおる、行くがよい。どういうことなの？ボスゾーンか？いやいや、ちょっとヤバそうな雰囲気あるな、セーブしよう。命大事に。一応ジェムで回復もするか。回復もして。
セルビアータ？またあったわね、ドーラ。君が真実の扉を開けたのか。どうやって開けたか聞きたい？人が来るのを待っていたの。ここなら私の言葉も信じてもらえそうだから。ここは嘘を言えない場所ってわけじゃないよ。やっぱり扉を開けるところから見せないとダメなのね。君が自分の価値観をみんなに伝えたいって気持ちはわかるんだけどさ。相手を否定してまで伝えようとするから喧嘩になるんだと思うよ。それは仕方がないわ、全てを否定するような価値観ですもん。どうしてそんな世界の管理人になったんだい？だってこの世界は存在しないもの。存在しないと思ったから架空の管理人になったのかい？いいえ。世界は存在しないのだから架空の管理人も存在しないのよ。存在しないものにはなりようがないでしょ？何を言っとるんだあなたは。君は今ここに存在してるじゃないか。やっぱり何度説明しても理解してもらえないのね。全てを分かってもらえなくてもいいの。ただ一つだけ分かってほしい。なんだい？私の価値観が真実の扉を開けたってそれだけ覚えといて。ふぅ。ドーラって私の話を聞いてくれるから好きよ。なんじゃ、今後何かがありそうじゃな、これな。何かがありそうじゃけども。じゃけども。いや、もうや。お前出てくんな、ほんまに。ダークレイジ。一体ならどうとでもなるわ。この下まだ行ってないとこ、あんだけど。落ちるか。落ちてのジャミング、これ。ハルバートの攻撃が強い。いいね。やっぱ武器が上がると強くなんな。この右下みたいな。W4 の手前で前回負けたんだよな。W4 のとこ行くか、じゃあ。お、ジャスティススパイク。どんどんジャスティス系を覚えていきますね。一人逃げたっていうことは、こっちの強さがそこそこ上がってきたということでよろしいか。 W4 のところまでなんとか行って、しかしここひれえな、マジ。あれ、こんなミミックか、これ。トライデント、宝なんかあったか前回。ハルバードとトライデント、どっちが強いの。あー、ランク6。ハルバードの方が全然強いわ。なるほどね。とりあえず飛んで。したらば、ここ右に、下に行ってないから。そろそろあれだぞ。全部部屋行った感あるぞ。そろそろ全部部屋行った感あるぞ、これ。ここよくわかる。ここが真実ね。真実の扉。まっすぐ行ってないな。あとそれぐらいだが。天使のラッパのレシピ、新しいレシピも続々と手に入れております。ここがいい加減ボスっぽいな、これな。お、またワープか。あー、敵いた。ダッシュモードを解除してあるか。逃げてるし。あれ、ん、もう行ける場所なくね、これ。だいたい行ったぞ。これ、うわい、もうマッハパンチ強い。だいたい行ったぞ、これ。5。下の方行ってないのか、まだ。ん？ちょっと探索するか、じゃあ。あ、なんか変なの出てきたな。お腹が空いた。何か食べ物を、これでもどう、そういう問題じゃねえか。わーい、わーい、ありがとう。ちょっとだけ強くしてあげるね。全ステータスがアップ。おい、なんか変なの出てきた。ありがてえ、能力上げてくれた、ありがてえ。じゃあ引き続き探索していくぜ。間違えたー。お、ようやくか、これ。ようやくついた感あんけど、回復アイテム無駄に使っちゃってんだよな。ちょ、ジェムのレベルアップするか、これ。レベルアップしていく？見切りつけてるけど、ボス戦で見切り、防御とかの方がいいかな、素直にな。ジェムレベルアップでさ、カウンター、ジャミングとかも強そうだよな。ジャミングね。
もしくはサポートの盗むドロップ率アップ攻撃アップこの防御アップ 2500 3% 軽減レベル3まで上げてどれぐらい上がるかだよなこれな。悩ましいところではありますが、一回セーブして上げてみりゃいいのか。セーブして、今セーブしてたね。セーブしてジェムのレベルアップして、これがどんぐらい上がるのかと。あ、1。もう1は取ってある。で、6、3% ずつ上がっていくのか、9% カットっていうことか、つまり。9% か。1割カット。微妙か微妙かこれ。んだば火力上げた方がいいかっていう気はする気はするかうーん。見切り。特定の攻撃。見切り、もう一回このまま行ってみっか。ありがとう、紅茶の妖精さん。また紅茶を献上するがいい。あれ君さっき紅茶もらったんでしょ。そんな昔のことは忘れた。いや、あのさ。っていうか、モーノと何を話してたんだい。わしが世界移動をしておる秘密を教えてくれと言われたのを、ちょっとアドバイスしてやったんじゃ。デコイに世界移動は無理だよ。紅茶をしたに適当なことを吹き込んだりしてないかい。無理も何もわしは実際にやっておるしの、ずっと疑問だったけどなんで移動できるんだい。移動に必要な概念が6つある。複製、記憶、通信、力、命、魂。わしはこれらを駆使して移動しておる。はぁ、あ6つの概念を正しく理解すればどんなものでも世界を行き来できよう。君一人だけでも迷惑なのにこれ以上迷惑なの増やしたくないな。まあ簡単ではなかろう。人から聞いて理解できるほど単純な概念ではないしの。じゃからモーノは自力で理解しようと6つの概念を探しに行った。探すね。いろんな世界を探して回ると言っとったからお主の行く先にもあるかもしれんの。ということでわしに紅茶を献上するがいい。回復したばっかりなんだが。知らん。お主地獄に落ちるぞ。回復したばっかりだからいいです。この先ボスか。ボスだな、これな。お?ドーラお姉ちゃんも管理人になるの?あら、妹。そうだよ、ショコラ。僕はおもちゃの世界の管理人になる。ドーラお姉ちゃんまで消えちゃうのは嫌だよ。このまま管理人だけ消えていったら世界が一つもなくなっちゃうだろ。だから僕がおもちゃの世界を作って新しい人間をどんどん増やすんだ。管理人になんてならなければいいんだよ。世界を作る人が誰もいなくなったら僕たちの居場所もなくなっちゃうだろ。大丈夫だよ、ショコラ。僕はセーラ姉さんみたいに消えたりしない。おもちゃの世界を作って滅んでいく世界を救いたいんだ。ボス戦ですが、敵の戦闘力、1000も上回っておりますが、上回っておりますが、これ。やっぱなんかジェムの、せめて今装備してるやつの、ジェムのレベルアップするか?クリスタルアップとか今更つけてんのか君。今更こんなのつけるぐらいだったら何か別のやつをつけた方がいいな。つけた方がいい気がすんな、これな。素早さアップ。とりあえず防御アップ1台もつけとくか?カウンター。メリッサカウンターうましだと思うんだけど、スーパーガードかな?スーパーガードな気がしてきたな。スーパーガードつけて。スーパーガードつけて。スーパーガードつけて。あなたのスーパーガードは難しいね。これね。マナコストダウンの代わりにスーパーガードつけていこうか。これでいけんのかどうかわからんけど。いってやってみようじゃねえかい。これないですわね、あなたも。今日は帽子をもらいに来たよ。帰りなさい。そういうわけにもいかないんでね。またマトリョーシカを作りたいんですの?もう失敗はしないさ。あなたの辞書に反省という文字はあるのかしら。探せばあるよ、多分。そろそろあなたの罪を裁く時が来たかもしれませんね。罪?被告おもちゃの管理人ドーラ、あなたは人間を作るという過程で極めて危険な存在を世に出しました。それに飽き足らず再び下法に手を染め、研究と称し他人の防止を略奪する行為。反省を促しても聞き入れず、情状酌量の余地もなし。被告への判決を言い渡しますわ。有罪ギルティー。やっぱり釈明はございますの?とりあえず君の帽子が欲しいかな。マイペースやな、ドーラ。もう許しませんわ、ドーラ。
あら、その、この千里眼で。あなたこれはどういうことですの？私の千里眼がおかしい。いえ、それはありません。この目は真実をすべて見通す。間違ったことは一度もなかったのに。あなたどこから来ましたの？おもちゃの世界に決まってるじゃないか。でも、おかしなことばっかり言って僕に罰を与えるんじゃなかったのかい？ふむ、どういうことだ？おかしいとは？あらあらあら、ダイナマイトボディーなお姉さんが背景に映っておりますが、これどうしよっかな。とりあえず、これコンボできないのか。ブロッキング負荷ね。なるほど。これドーラが3番目。上下、両方で組み合わさるって言ってたから。とりあえずヒートウェイブして、あなたは、無双三段。これ、ちょっと待って。無双、あ、うん？順番が変わるな、これ。1番になって。無双三段上ね。ってことは、あなた最後？マッハパンチだと、一番最初になってしまう。ドーラ何選んだかな？上選んだ気がするな。これでいける。メリッサは、ダークレイジでいいか。これでコンボ繋がるんじゃないか？ライフスティール。いったー。いやいやいや、即死急すぎるだろ。4コンボ！ドジ7足でしこのなんとまあ4コンボ。これどんぐらいダメージが出せるかだな、これ。4000！ いや、尋常じゃねえダメージ出たな、これな。もう一回行こう。上、ドーラは上。ドーラ上だから下、下で行かないといけないのか。ちょっと待てよ。ドーラがなんか上下のやつで行きたいな。したらばヒートウェーブでいいか。上下ヒートウェーブ。あなたは上。これはつながる。あなたも上下。これでつながる。結局同じか前回と。テンプレート。いやー、なんかそういうのもしてくる。ゼロクール。4コンボ。どうなのこれ。4000。いいよ。オーバーソーってきましたよ。ということで、ここは防御重視で防御。素直に防御をする。スーパーガードつけてるから、スーパーガードつけててそれなの？ほんまに？スーパーガードつけてなかったらどんだけ食らうのそれ。まだオーバーソウル中か？もう一旦防御するか？魅了！魅了！状態。治癒にして、とりあえず攻めるか。これで3コンボはいくはず。あーやべ、死んだかもこれ。いひー、いやでもそこそこ俺もいいダメージ出るはず。いいダメージ出るけども、いや回復行動、回復行動じゃなかったか。クソ、今のは。とりあえずドーラ生き返して魔法で、ライフと、なんかライフと状態異常とライフを小回復。あー持ってかれてもうたー、これまずいー、まずいよ。これはまずいよ。いや、なかなかいい調子で戦ってたと思ったけど、これはまずいよ。いや、こんなところでオーバーソウルしてくるから、これ。いや、ここは防御せざるを得まい。
しても死ぬかメリッサ。あーダメくせえこれ、ダメくせえ。てかもう回復アイテムが足りねえんだ。あーダメだこれは、ダメだこれは。自利品だわこれ。もう攻めるしかねえなこれ。乱れ雪月下。いやもうなんかこれ最後の一回攻撃みたいな感じだ。659。なるほど。でもいけそうな雰囲気あったな。いけそうな雰囲気はあった。ちょっともう一回、見切りがマジで、まるで意味をなさなかったんで、見切りやめよう。ちょっと考えまーす。さーて、もっかいだな。いいところまで行くか。よし、もういけそうだな、これ。ちょっと待って。これいけそうだ。先手で行こう。コンボ禁止だがもういけそうなんで、ここは先手打つべきじゃねえか。乱れ雪月下。無双。無双三段。せっかくだからオーバーソウルも使っていこう。オーバーソウルが封印されている。オーバーソウルしての、これ。オーバーソウルしての、魔法反射状態なのか今これ。味方一人の攻撃力が上がるみたいな魔法ないんだっけ。魔力が上がる。物理属性の力で攻撃とかどうなの。運がアップ。3ターンの間物理防御が12ダウン。いやもうシャドウレイブ魔法反射怖えな。でも12ダウンやってみるか。これいいダメージ、レジストされた。お、いったか、いったな。ゴリ寄せたな。ふう、やったぜ帽子ゲット。ワドラ・ボヤンティ。順番固定。ふむ？あなたは一体。ごめんね、ナタリー、後で必ず返すから。待ちなさい、ドーラ。何かありそうだな。物語の核心へと迫っていっているが、まだ、見えてこない感じ。続きが気になりますね、これ。さて、これで2個目の帽子か。研究の材料が集まった割には浮かない顔してるわね、ドーラ。前回、助けて助けて言ってたからな、どうなるんやろうか。一人じゃないと集中できないんだ。どうなる？わーははは。うわー。鳥肌もんですよこれ。なんだよこれ。帽子は世界を創造するアイテムのはずなのに、情報が大量に詰まってて当然なのに、まるで空っぽじゃないか。ダリア、計測器は正常だな。どういうことなんだ。おん、はいはい、そこまでに仕上がってくださいね。プリムローズ、誰、どうして君がここに。管理人の帽子を2つも奪えば、いやでも耳に入ってきやがりますよ。あら可愛い子ちゃんやな。何事かと思ってみればクソ怪しいギーク風情が2人もガン首揃えてやがるし、鍵の世界の管理人が来たってことはひょっとして、その機械に鍵をかけたる。待ってよ、プリム。これはとても大切な研究なんだ。そんなマッドサイエンティストのテンプレ言い訳とかいらねえ。オタクが作ったマトリョシカを封印してやったのは誰だと思ってやってるんです？そりゃプリムには感謝してるけどさ、あの腐ったる7代迷惑をさらに増やして8代迷惑でも作り上がるつもりですか？調べ物してるだけだよ。ダリアの言い訳は？私はドーラ君の機械にドーラ君に機械のチェックを頼まれただけさ。
政治家みたいな責任のたらい回しなんですね。今回は警告人を留めておきますが、もし次やったら覚えとけです。ただしマッドサイエンティストが2人もいる図は不健康すぎます。よってダリアは連れていく。そのクソラジオにマンガン電池をたらふくやってやるです。待ってくれプリム君、マンガン電池だけやめてくれ。私はアルカリ電池じゃないんだ。やっぱり駆動は電池なんだな。さあそうそう、来やがれです。ドラ君助けてくれ、ドラ君。あーかわいそうにダリア、ここでやめるわけにはいかない。早く次の帽子を集めないと。ふーむ、あまり時間はないな。順調に来ている。焦っちゃダメだ。失敗したら全てが水の泡になる。もう少しだけ待ってくれ。フィユティーヌ。ということで、今回は、あれ？いないな。今回はこの辺にしておきましょうか。はい。いや、結構全般的にボス戦厳しいな。ということで、また次のパートでお会いしましょう。またね。